人吉温泉駅、今だいたい5時半だな。スタートだ。と川を渡って左と、人吉高校、人吉高等学校のところを見ると、あった。ああ見えない。帰りにもう一回寄りましょうかね。ダメだ。河村駅するか。お、カッパさん、あっちなんだけど、ちょっと6時16分、雲海ですな。釣りしてる。川から湯気が出てんだな。急がないと。こっちだな。お、これ信頼。いただきます。当たり前だけど、こっちから来るんだな。よかった、間に合った。おお、サンセット。ああ。人吉温泉とはなってるんだな。ベージュが KT503 の春とか、赤が冬、うん？ちゃちゃ、赤が秋だ。KT502 だ。出発するぞ。お、来るぞ。取れた。よし、次駅ブレーキ。お、吉村商店、もう開いてますか。ということはもうすぐだぞ。駅ブレーキ、こっちからは入れないんだな、裏側だから。木の枝駅、次は岡留幸福駅で、ここには7時50分にさっきの折り返しの KT が来ますね。これは古墳かな。あ、取れてなかった。やべえ、畜生。あ、ショック。幸福って書いてるけど見えるかな。岡留幸福駅。まだ先だよね。これはなんか気になる。
もさ、なんか使いそうやね。幸福駅、岡田目幸福駅、こんな降り口は向こうだな。帰りに降りましょう。次、朝霧駅。こっちも裏だな。ん？面台駅？朝霧駅じゃないんだっけ？朝霧。野球部がグラウンド整備してますね。なんかおっちゃんに見えるな。おっちゃんだな。ここだな、東面台駅。確認確認。よいしょ。東面台駅。よし、次は公立病院前。これすぐ近くだな。よし、たらぎ町、たらぎ町、朝霧からたらぎ町に入った。公立病院前駅、公立病院前駅。ほい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 。もう帰りは寄らんぞ、ここ。戻る。こっちから行けるかな。こう曲がったらあるはず。あ、あった。たらぎ駅。よし。いつか。いる。ブルートレインなんとかってあのホテルのことか。よし、あと3つ。次、東たらぎ。ここだ。いい、あれ、看板がない。できますか、あっちまで。おお、綺麗だな。あの高い山はなんだ？うい、東たらぎ駅。次、新鶴田。あと2つ。戻る。ここか。新鶴場。おっしゃー、次あと1つ。湯の前、こっちから行けるかな。うん、1つだ。着いたぞ。おーし、30キロ超えてるし、2時間25分。よし、ちょっと1回前半終了。いけない。
通行止めになってますね。うん、夏目くんと大東が予備校が歩いてたね。よし、もうすぐ行かないといけないな。よし。さ、よし、よし、スタート。時間がないぞ。ん？ラギ町。ラギ町。ということは？こっちは？ないのか。ん？チンツルハが、今もう取り付きたか？チンツルハ町はじゃあどっちだ？今前町？あ、こっちだ。そこに、見えるね。大駅がほら。行かないけど。よし、次。あ、戻ってきました。東たらぎ駅はこの先やったっけね。ギリギリだな。あ、赤がなくなってる。ベージュと青だ。じゃないな、しかも手前は茶色だな。奥に公立病院前が、駅がで、ここなんだな。熊郡公立たらぎ病院ってなってる。ちょっと遠いね。こっちが東弁田駅だな。朝霧駅。赤の車両が。あ、赤はここに外されていたのね。朝は向こう側行ったもんね。なるほど。よし。ああ、遠いな。熊川は本当は立岩の史跡とか大瀬岩、そっちに行きたいんやけど、ちょっと遥か遠いね、熊川は。ちょっとな、時間がもう1時になろうとするし、急がなきゃいけないから、今回は。そうだった、そうだった。お、先頭がベージュで、さっきの朝の順番と一緒かな。赤がさっき外されてたから。おう、茶色ね、ベージュと茶色。さっき俺青とか言ったな。おー、
先頭が外されて2両編成になったんですな。ということはあれ、1台1台運転できるのか。よし、もうすぐ岡留幸福駅だ。岡留幸福地蔵菩薩、ここですね、この絵ですね。はい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 、幼き日々に、まあ、満身だもんな。よし、これが、ん？駅は、あ、駅向こうか。関東目幸福駅、よし、イルブネソユイヘンボクイルンプトゥンヌンニョクヘンボク幸福。木の上の妖怪もこんな感じなんだろうな。木の上駅、木の上駅、長いな。工場か、なんか怒られたかと思った。よいしょ。お、一部駅、肥後西村、こっからがちょっと遠いんだ。あ、一部神社も行きたかったけどちょっときついな。うん、西村駅までは 3.4 キロ、一番長いんだよな、熊川鉄道の中で。線路上で 3.4 で、肥後西村駅までは線路上は6キロぐらいなんだけど、朝 7.何歩あったね。ということはあと10キロちょっとか。100分で行けばレンタカー返すには時間が十分と。100分10キロ、キロ10分で行った。よし、なら余裕だ。よし、戻ってきました。なくなってる。あ、また。ベージュと茶色。はあ、まだ西村駅までは2キロぐらいあるぞ。とりあえずキロ8分で以内で来てるから、あ、まあ、まだまだいけるいける。ちょっとそのままやね。人乗ってるかな。あんま乗ってないな。茶色はね、KT501、 ベージュが KT503 のハルト。よし、そこだ、もう見えてる。ちょっと遠いな。肥後西村駅をするか。次は何だったっけ、カムレイかな。カッパがいる、カッパに会わなきゃ。これから先の堤防、前段は河川管理用の道路でありません。行っちゃダメなのかな。
そこの先に球磨川第四橋梁があるんだけど、今工事してるのか。しょうがないな。川村駅、この上だな。よいしょ。あ、カッパー君だ。笑ってる。おお、川村駅、サボボだ。あ、おい、君は、な、行方不明になってたんだな。よかったよかった。結構重たいもんな。ここは夏目くんたちが釣りをしてたところですね。ドロー、よし、じゃあこれは環状樹液、よしよしよし、よしラスト1個。ちゃんとみんな止まってる。もうちょっとだ。よし、着いた。あっちだな、熊川鉄道は。おお、28キロ24、4時間53分、5時間かからなかったか、歩いたのに。よしよし、終了。よし、バッテリーも悪い。